皆さんこんにちは、天才一遇です。今回は天才一遇と目黒の茶織さんとでコラボのキットを考えてみました。ここにある食材は東京のお野菜と、それからあと東京の豚、東京ポークですね、それと茶織さんのオリジナルのお茶の出汁、これを使ってしゃぶしゃぶをキットでお届けをしようと思っています。今回のしゃぶしゃぶはですね、すごくいいお茶を低温で出すことによって渋みとか苦味とかを消して、旨味だけをギュッと濃縮させたこのお出汁にお肉とお野菜合わせてしゃぶしゃぶしていただくような形です。お茶の出汁柄です。こちらの茶葉もすごく美味しくいただけるので、ぜひお肉の薬味として使っていただければ。茶葉食べれるんですか？そうです、このまま召し上がれます。抹茶ではなく煎茶の粉、こちらに塩を合わせました。この、煎茶塩、こちらもぜひ使ってですね、ポン酢とか、ごまだれご用意していただいてもいいんですけど、この旨味だけで十分美味しく召し上がっていただいて、ぜひこのまま召し上がってみてください。お茶の旨味のスープの中にお肉からしゃぶしゃぶしていただければと思います。豚からやると結構豚の旨味が出るんですか？そうですね、お肉を最初に入れていただいて、お肉の旨味を出していただいて、お野菜もしゃぶしゃぶしていただくと、あの野菜に肉の旨味が分かるんですね。美味しそうですね。お茶のスープを入れていただいて、あとこのお茶の塩ですね、お茶の塩を少しかける。だし柄ですね。だし柄はちょっと薬味みたいな使い方するんですね。そうですね。はい、食べてみます。お茶自体栄養素がすごく高いものなんですけど、お茶として飲むよりこちら茶葉そのままいただく方が栄養価もすごく高いです。茶葉として食べた方がより今の流行り病にも効くっていう噂がありますよね。そうですね。ちょっとうってつけですね。この緊急事態に。五石晩成っていう小松菜で、東京江戸野菜の昔からある品種で、すごい柔らかいんですよ。食べてみて。小松菜の新鶏菜も、うちも柔らかくて美味しそうなんだ、ね、柔らかいですね。あえて切らずにそのままで。この水菜が、これ清瀬の関さんという人の水菜なんですけど、日本でも有数の品質の水菜なんですよ。水菜ってどういうやつがいいかっていうと、スーパーに売ってるんで、こう後ろから見ると株数、株がいっぱい入ってるんですよ、はいはいはい、株が4つか5つぐらい入ってるのが一番いい大きさなんですよ、はいはいはい、でも育ちすぎちゃうと、その京都産のやつとかでも株が2個ぐらいしか入ってない、はい、そうするとガジガジ硬い。でもこの人のやつはいつでも4株か5株しかいない。なるほど。すげえクオリティが高いですよ。だから東京は、まあ、水菜の別に名産じゃないけど、日本全国でも有数の水菜の農家さんなんですよ。東京ってそういういい農家さんがたくさんいるんですよね。ガサッとガサッと入れて、だいたいこれで3、4人前ですからね。葉物とキノコと根物で合計、5、6種類それで、それプラス東京ポークのバラ、に茶割りの出汁、すごく綺麗なピンク。でもね、この東京ポークもなかなか東京で豚飼ってるっていうイメージがないじゃないですか。東京産なのにっていう言い方がおかしいかもしれないけど、でも東京でもこんなにちゃんとした味の、豚さんいるんですよっていうね、ことが分かっていただけるといいのかなとは思いますよね。ちゃんと東京にもいい豚さんがいると。素材を見に行こうって言って、野菜を見に行って、あ、ここの農家さんのなんだって言って、最後に豚のとこ行って、この間、お父さんを食べましたよって言って、お伝えしに行くツアーとかね、そういうのがいいかもしれないですね。これからこういう飲食店とのコラボ企画をいろいろやっていこうと思うんで、ぜひよろしくお願いします。また見てねー。